東都自動車グループは、東京都を中心にハイヤータクシーバス、自動車教習所、不動産、ホテルゴルフ場、LPG スタンドを経営する事業者である。1952年に板橋区でタクシー事業者として創業した志村タクシー株式会社が母体。その後、同業者の買収合併を繰り返しながらた事業にも、進出し1971年に現社名へ変更した。 グループ会社の本社はいずれも豊島区西池袋に所在するほか特徴として事業所のほぼすべてが自社保有の建物土地でありタクシーハイヤーバスなどの車両についてもリースなどではなく自社所有としている点にある標準色車全面標準色車広報黒塗りハイグレード車ジャパンタクシードーグループの期間並びに創業時から主力事業であり 東京23区部3地域では単一タクシー事業者としては、保有車両数が1797台と最多である。他、とかでは、西東京市、清瀬市、埼玉県では、草加市、川口市、神奈川県横浜市でも、事業を行う。標準車のボディカラーはトヨタ純正色で、トートベージュの式名を持つベージュ。大体基準は、 都内の同業他社の4から5年程度に対し、走行距離50万キロメートル以上8年程度と、長期使用される傾向がある。車種は、クラウンコンフォートが主力であるが、営業権上等を受けた他社からの移籍者である、セドリックも導入される。クロネリハイグレード車は2007年9月より導入しており、ほぼ、クラウンセダンで統一される。ハイブリッドカーは2009年に、 他社からの遺跡譲渡ではあるものの2代目プリウスが導入され、2012年3月からは3代目プリウスの本格的導入が開始された。無線営業は全地域で自社営業を展開しており、23区部3地域では無線室を本社内に置きパナソニック製 GPS、AVM 無線システムを採用するほか、西東京市、清瀬市、横浜市、川口市、 草加市では各営業所で無線配車を実施する。また2009年4月には全営業所でグリーン経営認証を取得した。のぶかず事業共同組合グループ所属で大和自動車交通と業務提携する東ト都ト交通とは関係がない。ハイヤー180系クラウン全機型長らく。 トート自動車交通のもとで事業を展開していたが、現在は事業ごと独立する形で、トートハイヤーが行う。ハイヤー部門の拠点は、中央区銀座7丁目にある営業所で、同社保有の自社ビルの一部を営業所として利用しており、その他のフロアにはテナントが入居する。2020年現在の保有車両数は95台。導入者種は、レクサスクラウンマジェスタクラウン未来の4種。 かつては、ベンツ S クラスや、旧型センチュリーなどもラインナップしていたが、現在は、大型車を縮小し、営業上需要の多いクラスにより運営される。東都観光バス相模営業所、KC-35 ト東都観光バスと、福島県を基盤に営業するバンダイ東ト都トバスの2社で、事業を展開する。車両は創業以来、主に、イスズ自動車制を導入。ボディは、 富士中工業製の車両が多数導入されたが、2003年に、同社がバス車体仮想事業から撤退以降は J バス製のボディに移行した。車体色は白を基調として、赤、銀、黒の3本の帯が車体中央と裾に入り、その間に東京周辺の名所のシルエットを描いたものを採用する。またかつての同社看板車両で、天井部分が 透明ポリカーボネート製のシルエットスーパー号は自動車排出ガス規制や老朽化などで次第に数を減らしつつある。詳細はバンダイトートバスを参照東京、埼玉を中心に賃貸マンション17カ所、貸事務所5カ所、貸し駐車場26カ所、売り土地10カ所など多くの不動産物件を持つ。かつては日本女子プロゴルフ協会公認の トート自動車レディースプロゴルフトーナメントが所有するゴルフ場で開催されていた。各ホテルの詳細は公式サイトを参照。マロードインターナショナルホテル成田府中自動車教習所に関するカテゴリー、北足立自動車教習所に関するカテゴリー、東大宮自動車学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。